皆さんこんにちは。アイドルグループゾックの元メンバーでタレントの戦慄かなのさんが20日自身の X を更新し無期限活動休止することを発表しました。戦慄かなのさんはこの度1月20日から無期限の活動休止をすることに決めましたと報告し、今日までずっと駆け抜けるように活動していましたが、1年前くらいから何もやる気が起きなくなり、仕事や生活が手につかなくなっていきました。私の生きがいはライブや音楽活動、それを表現するための全ての可愛いものを作ることで、それに集中できない環境に身を置いていることがどんどんストレスになっていき、気づいたら何もできない体になっていましたと心身の不調を明かしました。活動休止中は治療に専念し、活動再開に向けていろんなことを準備したり、自分を取り戻す期間にしたいと思っています。 SNS はインスタのストーリーを今まで通りたまに更新したいと思っていますと言い、ファンに対し絶対に生きてまたみんなと会いたいです、いつも応援してくれてありがとうとメッセージを寄せました。戦慄かなのさんの現在の病状はどうなのでしょうか。活動休止の理由は治療に専念するためとあります。具体的な病名こそ公表されていませんが、この記述からおそらくはうつなどの精神面の病気だと思われます。実はかねてよりかなのさんの心身を心配する声が上がっていたのです。その理由は彼女の腕にリストカットの跡が確認されたからです。とにかく今はゆっくりと休んで、また元気になった時に全力で暴れ回ってほしいですね。また戦慄かなのさんといえば、最近マネージャーとのトラブルが問題になっていました。昨年の10月21日夜、 X に助けを求める投稿を行い、ファンから心配の声が上がっていました。戦慄かなのさんといえばアイドルグループのゾックか卒業し、姉妹でファムファタールとして活動していますが、2021年6月1日に戦慄かなのさんとマネージャーの事実婚生活がフラッシュにて報じられています。実際に匂わせ動画もあり、マネージャーの名前として野口 P という名前が上がっていますが、複雑な関係のようです。今回はマネージャーの正体や暴力事件の真相などについてご紹介していきます。まずは簡単にプロフィールなどから見ていきましょう。インパクトのある芸名戦慄かなのはもちろん本名ではありませんが、かなのは本名だそうです。戦慄を選んだ理由はあまり深く考えていなくて、やばいやつくらいの感覚で決めたといいます。戦慄かなのさんの生まれは大阪ですが、幼少期の両親の離婚により東京に移住したそうです。戦慄かなのさんの記憶に残る父親は血まみれになって壊れた家具を直している姿、戦慄かなのさんの父親は母親から暴力を振るわれていたのです。父親は優しかったそうですが、戦慄かなのさんが小学校に入った頃に離婚、家を出て行ったそうです。それまで家事を担っていた戦慄かなのさんのお父さんがいなくなり、離婚してからの戦慄かなのさんの母親は頻繁に暴力を振るい、子供を1週間も置いて恋人のところへ行くということはザラにあったそうです。ネグレクトされた戦慄かなのさん姉妹は水道水で飢えをしのいだこともあったそうです。普通の子供が生活の中で親から教わる最低限のこと、歯磨きや入浴、着替えすら教わることなく育った戦慄かなのさん、汚れた服装や手入れの行き届かないボサボサの髪が学校ではいじめのターゲットとなってしまいました。中学に進学してもいじめは収まらず、中学2年生のある日、彫刻刀で膝を刺され、いじめの辛さに耐えかねた戦慄かなのさんは3階の美術室の窓から飛び降ります。この時は幸いにも骨折で済んだそうですが、その後はいじめから非行の道へと進んでいきます。というのも戦慄かなのさんは高校1年生の夏にはすでに少年院に入っていたそうです。その理由をかくかくしかじか、ブラックなビジネスをしていたなどぼかした表現で説明していましたが、その詳細が分かってきました。戦慄かなのさんの母親は働いていたので貧困家庭ではなかったそうですが、戦慄かなのさんは育児放棄され貧困状態、お金さえあればという思いから万引き、窃盗、
詐欺などの非行に走ります。10代前半でしていた犯罪は窃盗集団コミュニティに加わって万引き、出会い系でアマゾンギフトカード詐欺など悪事とかも入れたら結構キリがないくらい何度も警察のお世話になってと言います。そして中学卒業後の春休みにはブラックビジネス、JK ビジネス、絡みの大人たちとつながりを持つようになります。 JK ビジネスで稼ぎを得ていた戦慄家なのさんですが、傷害事件を起こし警察に逮捕されました。傷害事件の真相は戦慄家なのさんの当時の友人の彼氏に襲われそうになったところ、スミノフの瓶で殴って逃走、数日後自宅に警察が現れあえなく逮捕。そこから携帯に残っていた情報から戦慄家なのさんの数々の悪事が明らかとなり、余罪が追及され、16歳の冬女子少年院に入ることになりました。その後2016年5月に戦慄家なのさんは少年院を退所。退所後の戦慄家なのさんは少年院退所前にお母さんが見つけてくれた薬局の事務員として就職し働いてたそうです。しかし戦慄家なのさんは育児放棄で家に取り残されていた時にテレビで見ていたアイドルへの憧れがあり、事務の仕事を辞めてアイドル活動を始めます。戦慄家なのさんは2020年7月8日にアイドルグループゾックを辞め、ファムファタールとして活動しています。そして今回戦慄家なのさんの事実婚相手として報道されたのはゾック、時代から現在まで一緒に仕事をしているファムファタールのマネージャーの男性です。フラッシュでは戦慄家なのさんと事実婚相手の男性の関係がこのように報じられていました。一本のタバコをシェアして交互に吸い、肩に手を置き密なボディタッチをしていた。二人はタクシーに乗り込み同じマンションへ帰宅。戦慄さんがゾックにいた頃から所属事務所のマネージャーで、当時から交際していると噂。戦慄さんがゾックを辞める際に事務所を退社している。後日二人が同じマンションから愛犬の散歩に出かけて、戦慄家なのさんから手をつなぎ、マネージャーが腰に手を回した。マネージャーの左手の薬指に指輪がある。以上のことから戦慄家なのさんとマネージャーの男性はゾックの頃からの知り合いで、現在同棲しており事実婚なのではないかという説が濃厚というわけです。しかし戦慄家なのさんのマネージャーの男性は戦慄家なのさんとの事実婚について聞かれると否定しています。マネージャーの業務として身の回りの世話をするために彼女の家に頻繁に出入りしています。泊まり込むことも多く、入り浸っているため誤解を招くこともありますが、ファンもみんな分かってくれていますよ。給料をもらって仕事としてやっていることで結婚や交際の事実はありません。親子ほど年も離れていますし、男女の関係はありえませんよ。戦慄家なのさんの事実婚相手のマネージャーはダンディな男性と報じられ、キャップに白 T と短パン姿で、見た目はとても若々しく見えますが年齢は50歳を超えているというので驚きです。戦慄家なのさんがゾックに所属していたのは2018年9月、2020年7月の間になりますが、ゾックの頃から交際の噂があったというので、事実であれば戦慄家なのさんとマネージャーは少なくも1年、長ければ3年以上交際しているということになりそうです。戦慄家なのさんについて調べていると野口 P というプロデューサーの名前が出てきました。野口 PN プロダクションというこちらのアカウントが N プロダクション所属でない戦慄家なのさんをフォローしているために広まった噂のようです。しかし戦慄家なのさんのマネージャーが野口 P なのか調べてみると、実際はそうではなく戦慄家なのさんが野口 P なのではないかと言われていることが判明しました。戦慄家なのさんがゾックを辞める際に、戦慄家なのさんが望月メルさんという方に対して戦慄家なのの名前を出さないでアイドルプロデュースすることを明かしており、自身が手掛けるアイドルグループのメンバーに誘っていたことがわかる内容のツイートから発覚しています。野口 P のツイッターアカウントが戦慄家なのさんをフォローしていることと、戦慄家なのさんがアイドルプロデュースをする話がつながり、野口 P が戦慄家なのさんなのではないかと言われているそうです。
とはいえこちらに関してはツイッター上での噂になりますので、戦慄かなのさんの事実婚相手と言われるマネージャーが野口さんという方なのかそうでないのか特定することはできませんでした。フラッシュの報道によると、マネージャーの男性は戦慄かなのさんがゾックからの独立する際に一緒に退社していることが明らかになっていますので、戦慄かなのさんと共にアイドルプロデュースを手掛けており、ツイッター運営は戦慄かなのさんがしているということも考えられます。ただこちらも憶測の話になってしまいますので、戦慄かなのさんの事実婚相手のマネージャーについては引き続き調査していきたいと思います。戦慄かなのさんは10月21日の夜に X を更新し、明日のイベント出れなくなりました、ごめんなさいと投稿。その1分後にマネージャーに暴力振るわれてます、誰か警察に通報してくださいと呼びかけました。ユーザーからはどうかどうか無事でいてほしい、ガチと心配と驚きの声が寄せられています。投稿の約30分後、上記の2つのポストは削除されました。しかし戦慄かなのさんはこの直前にインスタグラムでライブ配信を実施していたようです。 X では配信を見たユーザーがインスタでずっと泣いてる、マネから髪引っ張られたりスマホ投げられたり殴られたりしてるみたいで、インライつけてた、靴履いてないし家にはマネージャーいるから帰れなくて行く場所ないって、マネージャーから暴力受けてタクシー拾って逃げてきたって感じでしたなどと報告しており、ただならぬ状況の配信だったようです。現在は投稿も消されてます。その後の安否が分からず多くのファンが心配していました。その後この件については触れられていないようなので、現在はどのような関係になっているのかは分かりません。波乱万丈な人生を送っている戦慄かなのさん、また元気に活躍する姿を見られる日が待ち遠しいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。